今日はね、いつもは7時から始めてるんですけど、なんか時間が余ったので6時50から始めました。おはよう、あ、お弁当箱ありがとう。おはようございます。おはよう。あ、昨日は公演ありがとうね。ありがとう、ありがとうございます。やばい、ほんまにね、あくびがすごい。おはようございます。おはみ、おはみ、おはみ、おはよう。テロップは、あ、すいません、変えます。全然すいません、ちょっと待ってくださいね、少々お待ちください。はい、お願いします。これで。あ、そう、今日の12時、お昼の12時から29枚目シングルのイベントの第2次受付が始まるので、皆さんよかったら会いに来てください。あのね、オンライン話し会のアミのおすすめは、まあ、まず初日のアミダンカフェ、これはあのね、皆さんにちょっとごめんなさい、ほんまにやばいな、なんであくび、え、まあいいや。それでアミタンカフェは、まあ初日ってのと、アミタンクラブから皆さんにお店を開きます。はい、お願いします。ね、2枚以上の方はスイーツを渡したいと思ってるんですけど、まあ、ちょっとうまくできるかわからないというところで、あともう一つは、あ、そうや、あとね、あのね、もう一個のおすすめは生誕ティーなんですけど、生誕ティーは皆さん一緒にお揃いにできたらいいなって思ってます。お揃いで着れるといいですね。ね、あとはあのね、七夕書いたやんか、あれも2枚以上の方はアミが短冊を書こうと思うので、よかったらよろしくお願いします。待ってます。今のおすすめですね。これはクヨタンとやるのはまだあんまり決まってないので、ちょっとお楽しみにしててくださいというところですね。はいはい。よろしくお願いします。待ってます。皆さんよろしくね。TikTok かわいすぎてて大喜びでした、ありがとう。あ、そう、あのね、リクエストしてくれたのでやりました、ありがとう。むずかったあれ。昨日のアフタートーク楽しかったよ。あ、よかったです。昨日の平日限定、平日に劇場に来てた方で、世代交代限定かなで、アフタートークが始まったんですよ。それは DMM では見えないので、皆さん気になる方は遊びに来てください。あのね、質問ボックスとかがあって、そこに皆さん紙書いてもらって、それでその引いたやつを読んでみんなで話すみたいな感じでした。内容はまあ違う、でもなんか、はい。でもなんかめっちゃ一体感で喋れましたよ、皆さんと一緒に。なんかさ、このショールームのお茶っていうさ、ギフトあるやん、それ見たらな、喉乾いてきたな。牛乳もやけど、ミルクってのもやけど、お茶の方がなんか喉乾く。見た目的にな。みたいな、バースデーカードもらえたよって、おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、今日も早起きるんですね、ありがとうございます。そう、今日は、あー、そうや、今日からちゃんとした学校が始まるんですよ。何、もう最後まであるんですよ。あー、もうなんかもう、あー、楽しいけど、新しいクラスね、楽しいんですけどね、ちょっとなんだろう、やっぱり1年1組が恋しくなりますね。
そんなところです。楽しいけどところですね。頑張りましょう。おはよう。お話し会申し込みまして、ありがとう、ありがとうございます。おはよう。おはようございます。おはよう。昨日のアフタートークみたいに優勝でした、ありがとう。あのな、ほんまにあの1回目の質問の時にはやばい、ちょっと滑ったとか思ったんですよ。だけどまあ最後でなんとかいいですね。はいはい、見たかったって、よかったらじゃあ次の公演も来てくださいね。おはようございます。おはよう。おはよう。やば、頭が回ってないな。今まで劇場通ってたのに劇場行けなくなったらアフタートーク始まって、あら、じゃあまだ来てくださるのをお待ちしております。今日から通常授業が、そうなんですよ、やばいで、ね、もうついていけるかな、心配ですね。あみちゃんおはようございます。朝早くから配信お疲れ様でした。ありがとう、こちらこそです。アフタートークで読まれなかった質問を見たかなって見れないねんな。でも皆さん書いてくださった方ありがとうございました。友達できたって、はい、なんとかね。だけどなんか一応みんなとは喋る、みんなっていうかまあまあなんとなく半分ぐらいは喋りになったけど、仲よくっていうか一緒に行動するまでは無理やな、さすがに。もうなんかいろんなグループっていうか、もともとグループがありすぎてその中に入られへんねん。そうそう。おはよう。曲が可愛すぎ大優勝、ありがとう。そう、あれはね、あのね、あのね、予備用さん、あー、急遽ね、アミが金魚飼ってること知らなかったんですよ。びっくりしましたね、アミが。びっくりしちゃいました。ブログの演じも見たのが良かったね。ありがとう。ありがとうございます。22日でやって。アミ出るっけな、どっちやっけな、忘れちゃったな。おはよう、22日ピアで昼夜買っておいて。はあ、ありがとう、待ってますね。おはあみたん遅くなりました、ありがとう、おはようございます。あ、待って、昨日のうちって誰やっけ、コニータン誰やっけ、違う違う、鉄、鉄目がないさん、サンキュー BM さん、はい、戻ってきました、ちょっと待って、サンキュー BM さんです。ちょっと書かないといけないね。おはよう、おはようございます。おかえりママス、ありがとうママス。最後の挨拶の時までみそらちゃん曲病で笑ってって、ほんまにですか。なんかそんなにね笑うと思ってなかったからちょっと嬉しいですね。嬉しいですね。待って、サンキュー BM さんおる？おらんかな。いなかったらまたいるときに書かせてもらいます。ほんまにやばいな、あくび。待って、ちょっと、あ、おるおるおる、サンキュー BM さん、何書きますか、昨日の分ですね。うわー、今日から一日がこうやって、ちょっとめっちゃ疲れそうやな。春休み休んでたのにさ、ずっと。そんなん急にね、急に6限とか7限まであるって、ちょっとやめてほしいわ。ほんまやめてやめて。おはようございます、おはようございます。予備用に会いたい、待ってるで。待ってるで。
また予備を紹介しますね。おはよう。やばい、ちょっと眠たいな。結構眠たい。家帰ったら寝よう。寝ようか悩みますな。寝ようか悩む。その時のでも何時に帰ってくるかによるよな。なまあ悩みどころという感じで、眠たかったら寝ます。アフタートークってどんな感じ。あ、アフタートークはね、まず開演前に皆さんに、なんか紙が置いてるんかな、で質問とか、なんかまあなんか何でもいいんです。お悩みとか、まあそういうの書いてもらってボックスに入れるんかな、そっちがどうなってるかわかんないんですけど、まあそれで劇場に持ってきて、あの舞台に持ってきて弾いて見て、仕切りっていうかの人が呼んで、それについてみんなどうですかみたいな感じかな。おはようございます。夜更かしだらあかんでやって大丈夫ですよ。楽しかったで、なんかねめっちゃ団結してた感じあったよな、ファンの皆さんと。なんやろ、多分質問っていうか MC は自分たちが持ち寄った話をやるからやけど、なんかねそのアフタートークは皆さんが書いてくれた質問に答えるっていうやつやったからね、なんかね団結感ありましたね。はい、何分ぐらいアフタートークしたのか、全然分からへん。気づいたら終わってるみたいな感じでしたね。そう、アフタートーク、さゆきちゃんも仕切り、さゆきちゃんの仕切りも気合入ったな。そうなんです、頑張ります。ナメも仕切りになったらね。犬を吐いててありがとう、ワンちゃんココナさんありがとう。あ、ちゃんしもさん、クマのパンありがとう、いっぱいありがとうございます。ありがとう。10分くらい、5問くらい読まれた感じで。そうなんです、でも本当は皆さん書いてくれやと全部読むはずだったんですけど、結構時間がね思ってたよりなかったという感じかな。だからなんかね採用とかは多分あんまなくて、なんかそんなに変なことを書いてなかったら大体全部ボックスの中に入ってて、時間が許す限り全部読みたいって感じですね。だけど時間がね意外にないんですよ。そうだからね、テンポよく読まないと全部は読まれないんですよ。アフタートーク配信で見られるのが残念な、だから実際に見に来てください。みたいな、昨日はありがとう、めちゃ楽しかった、久しぶりに二人だけどな、並んでたな。やっぱり似てる。今日はめっちゃあくびだよな、酸素不足なんや。劇場公演行きたいって、待ってますよ皆さん、待ってるよ。あとね、あ、今日のお昼の12時から29枚目シングルイベントの第2次受付が始まるので、皆さんよかったら来てください。まずおすすめは、まあ、網的には全部おすすめなんですけど、あのね浴衣のところなんですけど、七夕かのところなんですけど、短冊を2枚以上の方に書こうと思うので、よかったら遊びに来てください。あとはね、生誕 T シャツをお揃いにしたいですね。はいはい。待ってますよ。公園行きたいけどしばらく行きそうにないんよやって。じゃあまた行けるようになったら遊びに来てください。やばい、本当にさ、あ、なんやろ、頭が回らなすぎて、何ですか、言葉が出てこない。なんか、頭がトロトロしてる。なんか、なんやろ、脳内が止まってる感じしますね。なんだろう。じゃあ今日の1のチャンシモさん書きたいと思います。オンラインで会いましょうってことかな。昨日予備をチャージしたで、もう昨日はね予備をチャージする前にね寝ちゃいました。
もうすぐに家帰ってね、お風呂に入って寝ました。眠たすぎて。それって握手会のことで、あ、オンラインです。オンラインのことです。オンライン話し会です。平日の世代交代がなかなかないからレアで、そうね、レアなんですよ。しかも世代交代限定やからな、結構レアです。オンラインで初めましてするんで、そうですね、初めましてやな。昨日夜更かししちゃってて全然やで。いやけどね、公園の家は結構遅くなりがちなんですよ、仕方ない。そんな感じです。わかりました。じゃあ、ちゃんしも参加しますね。ちょっとお待ちください。今日の朝ごはんは何だと思いますか？まあ、食べてないんですよ。やばい、ほんまにさ、なんかずっとあくび出そう。あ、皆さん TikTok 見ましたか？昨日ハーフツイン片方だけ撮ったやつ。どうでしたか？かけました。ででーん、こんな感じですね。じゃじゃじゃーん。どうですか？ぴよぴよ T シャツを着て、このドゥ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 、これ酸素注入するやつあるやろ。ありますよね。ただありがとうございます。じゃあ撮りますね。はい、ぴよぴよ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。うっ、危ない。ツイッターでぴよぴよがトレンドに入るんかもだって。やば、それ入ったらめっちゃやばいな、ほんまに入ってほしいな。パン派、ご飯派ってパン派です。めっちゃパン派。はい、じゃあ誕生日見ます。ぴよぴよ T シャツ欲しいやつ、ね、ぜひ。ぴよぴよはどこにいますかって、アミのお家にいますよ。10、あ、いきます。13位、てっちゃん、ありがとうございます。12位、かよちゃん、ありがとうございます。11位、まさやかさん、ありがとうございます。10位、まぼさん、ありがとうございます。9位、こそもライトさん、ありがとうございます。8位、てつめがねさん、ありがとうございます。7位、よしさん、ありがとうございます。6位、ひだかこうじさん、ありがとうございます。5位、まきまきちゃん、ありがとうございます。4位、おうみさん、ありがとうございます。3位、まふみさん、ありがとうございます。2位、こりさん、ありがとうございます。そして1位は、ドド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 ドン、ちゃんしもさんでした。ありがとうございました。皆さん、今日も朝からありがとうございました。じゃあ、みはね、学校が始まるんですけど、頑張ってきます。あと、29枚目シングルイベントの第二次受付が今日のお昼12時から始まりますので、よかったら遊びに来てください。おすすめは、七夕土星探偵です。よろしくね。じゃあ、頑張っていきます。ありがとうございました。また明日会いましょうね。せーの、ちゃんしもさん、ありがとうございました。また